資料の屋敷。そっちじゃないだろ、お前ら。お前らそっちから出てくるとこじゃないだろ、お前。なんでお前そっちから出てきたんいや、え <laughs> 階段の上から降りてくるとこじゃないの、お前。お前ら上音だろ、お前。なんでそっちから出てきたんやん。<laughs> <laughs> え <laughs> どう仕事はうちの会社に来て2週間くらい経つけどさ。続けられないぞ 二週間でわ分かるんだろう。<laughs> 俺はそう思うぞ。二週間じゃ分からんだろう。<laughs> 入社できてよかったと思ってます。いや、俺もさ、最初の二週間はそう思ってたけどさ。なんせさ、四年も続くとったらさ、辞めたいなって思ってくるんだよ。宮崎さんもそうかもしれんぞ。そういえば、前川さんは村田さんとずっと一緒にお仕事をされているのですかうん、そうだよ。 半年前ぐらいまでもう一人女性がいたんだけど体調を崩しちゃってねそれで求人雑誌に掲載したって感じかなそうだったんですねその求人を見てここに宮崎さんがってことかまあ気楽にやっていこうよなんなら仕事中お酒飲んでもいいよよくねえだろお前それは <laughs> お前何勝ってねお前決めてんだお前今日の仕事は清掃過だから楽だよ行こうか ホテルにああ、これ、えあ、これさ、あ、小峠さんと別れて、これから清掃行くってところだったんじゃ、時系列。あ、そういうことか。びっくりした。<laughs> なんで上におったはずの二人が一人からできるかなんかなーって思ったんだよ、お、ま、前、あ。さっきから気になってたのですが、ん前川さんのポケットから出てる、その、かわいいやつ、ああ、これか。どれ これはレミコンって言ってね、最近の女子高生に人気なんだよ。レミコン。<laughs> これちょっと見たことあるんですけど、このレミコンっていう人が Twitter に見いることを知ってるんですけど、このレミコンっていう人がさ、そのままレミコンのして出てくるっていうのを知ってるんですけど、私。なんならこのレミコンっていうアカウントを見たことあるんですけど、可愛いいですね。なんでもユーモラシーでよ。僕も欲しくてね、 ゲームセンターで6000円かけて手に入れたよ。めっちゃやったけどめっちゃ金かけてるやん。え、そんなに欲しかったあんた。<laughs> 俺2000円ぐらい使ってダメだったらもう諦めるけどな。そうなんですか私も欲しいかも。はーい、前川さん、あと6000円払うパターンになります。もう一個家にあるから明日あげるよ。もう一個あるのかあほんですかー めっちゃめちゃくうれしそうにしてる <laughs> そんなの欲しかったんかいいよいいよ明日持ってきてあげるじゃあ仕事しますかはいっがぜんやる気になっちゃったがねえ前川くんその明日が来るかはわからないよどうした前川くん 何でもないんかい。<laughs> 電源のスイッチ入れてわざわざてんてんてんってメッセージ出てくるあたりなんかあったんかなって思ってたじゃんよ、お前。<laughs> お前、紛らわしいことするな、お前。<laughs> 何もないんだったらセリフのウィンドウを出すな、お前は。<laughs> それじゃあ僕は北側の部屋を確認するよ。宮崎さんは南側の部屋をお願い。はいわかりました元気。何かあったら呼んでよ。はいじゃあ、 あでねあ、宮崎さんを操作するんじゃやったー女の子の体からだだやったーやったちょっードッドやけんわかりにくいけどなんか胸大おっきいないこれボインだな宮崎さん <laughs> なんか胸のあたりがすごい膨らんでるように見えるぞボインだな <noise> さあ私も探索探索 こっちは前川さんが確認してる。あ、そうですか。<laughs> 私はみ、み南側の部屋ね。はーい。こっちおっと、いきなりなんかあるよ。壁にヒビ入ってるのこれ。汚れはないみたい。だけど、壁に亀裂が入ってる。後で村田さんに報告しなければ。入っとるところじゃないぐらい入っとるけど。 なんならこれ、ハンマーとかで勝ちわったら泣くよ、お前。レインボーシックスチーズやったらスレッジの出番やぞ、お前。窓ね。指紋一つない。綺麗。ちょっと開けて空気を入れようかしら。いいのかな、これ。嫌だ、少し曇ってきてはね。ダメなやつでないか、お前。あー、閉めんのか、でも閉めんのか。あれ これ、閉める閉めないなんかちょっと変わってくるんかななんかこれ、ちょっと開け取ったら、こっから市場がやっと入ってくるみたいな、そういう話になってくるんかなあとあ後,々後々。なんかそういうフラグを踏んでしまったような気がする。フラグって踏むもんか立て、立てるもんでなかったっけ <laughs> あれ開かない。立てつ、立て付きが悪いのかな私の力じゃ開けられそうにないわ。か弱い女の子だもの。前川さんに頼んでみよう。 ほう他にはもうないかな隠れたところのところに何かあるとかそういうでもないそうかじゃあ前川さんのとこ行って行かなあかんのね前川さんメガネをかけている前川さん前川さん今大丈夫ですかああうん何かあったのそれが備え付けの教え入れが開かなくて 分かった一緒に見に行こうウふふウ君と一緒だよウふふあ前川さんついてきよる、ね、ちゃんとああ前川さんが <laughs> 前川さんが確実に背後につけてきている <laughs> 宮川さんが背後につけてきているウ <laughs> フなんか襲われそうな気分だそこは後で僕が見るから大丈夫だよふふふ 前川さん、前川さん、なんかつけてきている。前川さん。ちょっと遅れている前川さん。歩くスピードちょっと遅れている前川さん。あ、イベントで進んでおります。勝手に進んでおります。この教えなんですけど、これか。ちょっとやってみよう。お願いします。んこれは どうした前川さん扉を上に開げるようにして勢いよくやればであいだすごいありがとうございますこれで確認ができますやっぱりたてつきが悪くなってるねあとで村田さんに報告しておくよありがとうございますそれじゃあ僕はわしの方に戻るね あとで一緒にホテル行こうね。まだそれ引っ張ってたのかお前は。引き続きカゴリの方お願い。はいさてと、まずはあそこを確認するか。え前川さんのターン。あえマジか前川さんのターンなんじゃ。宮崎さんのターンはここは任せてください。宮川さんはみんなの希望になってください。なんかすごい <laughs> 壮大な話みたいになっていますね。 これ窓開きっぱなしでいいのかいいのか前川さん。後から、ここから、資料が入ってきてもおかしくない状態になってるぞ。何してんだなんでこの人スクワットしてるんだろうなん <laughs> でこの人スクワットしてるんだろう <laughs> 太ももちょっと太くなってきてるの気にしてるのかなすごいデリカシーないようだ、発言してるな、俺は。よっしゃ、行くぜ。こっち側は他に何かあったかな他のところに部屋とかあんのかな さっきも気になってたけど、やっぱり、こう畳だけ傷んでるよな。そうなん俺にはわからん。畳のお隅の方が、やけにずれてるし、交換ってところか。ちょっと待って、それ剥がれて下になんか階段とかあるんじゃないのちょっと一回剥がしてみようぜ。剥がしてみようぜ。この家、湿気が多いみたいだし、畳の裏とか、被ってないよな。壁るどころか何もなくて階段が続いているとかそういうんじゃないですかね。 わあバールで開いたら階段見えてくるパターンだよこれ <laughs> そんな感じがするよバールが欲しいよバールないのかよもうこれ、バールって言ってしまうと思うな。これでバールが出てこなかったらこのゲームバカかってなるよね。<laughs> みっちゃん、バール用意してないよバカか <laughs> あ、みっちゃんっていうのはね、このゲームの作詞者さんの名前です。外はベランダ。 あ本まで開けれる閉める開ける閉める開ける開けたところで別に外がなんか見える外の様子が見えるわけで、うんあ出れるんじゃこっちからなうわーなんかここさ資料から逃げる時にここ通りそうな気がするんだよな俺の経験上 このゲームってさ、ちょっとパート1の時から思っとったけどさ、なんかあの、クロックタワーっていう、<laughs> 逃げる系のゲームっと、なんか似た気がするよ、雰囲気が。これは、コグ箱か。ヒューマンライク。確か、今回入った清掃業者もヒューマンライック業者の企業の系列だったな。置き忘れか重そうだな。帰る時ににも持っていくかな。清掃業者にも連絡しないと。 何か入ってるんだろう勝手に見てもいいんだろうか雑巾に、養成テープ、ビニールシート。何かなあれ。おこいつは使えそうだな。ああ <laughs> 清掃機関車ってバーとか使うんやな。立てつきの悪いドア対策かな。あ、ごめんなさい。ちょっと待って。 待って。<laughs> 装備の仕方を見るの忘れてたわ。あ、これでいいんか。ハハハハハストラップ装備したんやけど。ストラップ装備したんやけど。こんなん装備してなんか意味があるのか。ないだろうな。多分ないだろうね。<laughs> 戻ろう。よし。これで開けれるな。絶対カビ上がるよ。<laughs> カビとか関係ないよ、もう。<laughs> 意外にハマりがいいな。よし。なんとかめくれたぞ。 階段ではないけどなんかお札がある。なんだよ、これは。怪しい。怪しすぎるよ、前川君お札か。なんでまたこんなところに。畳で見ないとはいえ、一応剥がしておくか。君が悪いからな。やばー これ剥がしたらあかんやつだと思うんですけど前川君知識がないと思うんですけどこうフリーゲームで出てくるお札って大体剥がしてあったとえらいことになるからね悪霊とかこれで目覚めたりするからもしれないからねああなるほどこのゲームで資料が出てくる原因は前川君のせいってことですねうーん資料が出てくるのは前川のせいってニコ道だったらタグがつくからね次の入居者が畳の張り替えとか言い出す前に見つけられてよかったよ こんなものこの時代に信じるやつがいるとはねレミコンだけで十分だよレミコンなんて出てきたんあーあああやってもだ前川くんやってもだ前川くんやってもセーブできるんじゃんここ <laughs> そうかセーブできるのか前川くんのせいだから市場は出てきたの前川くんのせいだからと閉めよう あ、普段あるわ何なんだろうこれは 4×4 のマスと縦に4つのマスなんか分けられとるけどどういう違いなのこれ使えるアイテムとなんか大切なアイテム的な分け方しとんかなもう外いやでも外以外になんもないんか外を通ってこっち側進んでいくしかないよな 剥がした後、ここに資料が出てくるっていう、そういう、あ、カラスの音だ。カラスの声だ。うんどうしたおかしいなぁ。何がだマドリズにはこんな扉ないんだけどな。あ、ほなんじゃ。表記ミスかなぁ。確認するか。あやしんご。あやしんごですよ、前川くん。前川信号あやしんご。うわあ、真っ黒 <laughs> 不安な BGM ながら始めました <laughs> これはやばいやつやしかも奥の方におくだが奥くだが離れてるこれはダメなやつこれは近づいたらダメ素人が近づいたらダメなやつなんだこの匂いは薄暗いが電気はついてるみたいだななんかいろんなもんが落ちとるけど清掃されていないしかも地面に亀裂が。かをつけよう 向こう側に扉があるなご丁寧にお札貼られとるしああかさこんなああ的なボケみたいなあ <laughs> あ方するああ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 あ まさかこんな死に方するとは誰も思わんよな。朝で死にすぎて、ね、永遠にさまようがいいと言われてもさ、<laughs> 誰だその誰の言葉って話だもん <laughs> あ。あこはクロー黒ゲームある意味怖いわ。死にが出て、ああはっすぎるだろ、お前かくん。あ、それいえパート1でさ、誰が一番最初に死ぬみたいな感じので、 なんか投票して予想してみようぜみたいな感じのことをコメントで視聴者さんに投げかけたんやけどコメントではないな視聴者さんに投げかけたんやけどコメントゼロだったんやけど正解は前川君でした <laughs> これまっすぐ行こうもう見向きもせずにこ,ここの右のやつ赤いやつは調べてもいいだろうこれあいけるわいけるけどなんもなかったまっすぐはいはい ヒューマンライクよ。こういう部屋見とけえぞ。見とこうぜ、お前。部屋あるんやけん、ここも見とこうぜ。危ないだろ、お前。そのせいで前川くん、ライフ二つ失ったわ。<laughs> 扉に、またフだ同じやつ。またフ札いたずらかまさか製造業者ってないんだろうな。さすがにそれはないか。はあ、まったく。 本当に死んでる奴がいるなんてな。それで、この奥にレミコンのミイラでも祀られてるとでも。レミコン大好きやな、お前。ちょいちょいレミコンで出してくれな。開かない。開かないおかしいな。鍵穴なんてないのに、内側から鍵がかかってるのか仕方ない。戻って村田さんに報告しよう。 ああ、やばい。変えている途中に何か、ああ変えている途中に何かあるかなと思ったら、けど、それは、早すぎませんか早すぎませんかダメだ。今回の、今回のパートの動画のタイトル、絶対災難だったら前川くん的な感じになるだろう。